今回は弥生時代の4回目についてお話しします。まず空欄ですね。どれだけ埋まるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認してください。はい、どうぞ。では行きます。まず最初、中国の歴史書ですけども、ヒントはこちらですね。楽老懐中や分かれて百余国という言葉があったら、どんな歴史書か。答えは、漢書地理史と言います。で、この漢というのは中国の王朝名ですね、国名ですね。で、この楽老懐中とありますけども、楽老というのは、この漢が作った軍の一つです。楽老軍というのがあるんですよね。で、それの沖合にって意味ですね。今で言ったら、例えば東京の沖合にとか、愛知の沖合にとか、そんな感じです。で、分かれて百余国。この当時、日本の中には、この百余国の国がありましたよということが書かれています。では続きですね。この内容は2つです。この2つがあります。で、この2つのことが書かれているこの中国の歴史書は何か。答えは、五漢書統偉伝と言います。この五漢というのも中国の王朝の名前ですね。で、内容は1つ目です。57年に和の使いに金印を与えましたよと。じゃあ、どこの国の使いに与えたか。答えは、奈の国ですね。和の奈の国というのが中国に使いを送ってきましたよと。それに対して金印を与えています。ではその金印の文字は何かですね。答えが漢の和の奈の国王と言います。でさらにこの金印は江戸時代に発見されたんですよね。では何県のどこで発見されたか。答えは福岡県の鹿の島で発見されています。で、もう一つの内容ですね。この五漢書統偉伝のもう一つの内容はこちらです。今度はちょうど50年後、107年ですね。で、この安定というのは何かというと、この時のこの五漢の皇帝の名前だと言われています。の、その時、和国王である、ある人物が成功、今で言うと奴隷ですね。奴隷を献上しました。じゃあこの奴隷を献上した和の国王は誰か。答えが水晶と言います。では最後です。ここですね。今日3つ目の中国の歴史書ですけども、もう有名なのはこの邪馬台国とか卑弥呼のことが書いてある中国の歴史書です。答えは何か。答えが魏志倭人伝と言います。で、この大砲というのは、この最初の楽老と同じように軍ですね。大砲軍という名前がありました。で、あと邪馬台国ですね。で、大人下戸。これはこの邪馬台国の身分だと言われています。あと卑弥呼で鬼道ですね。あと台風なしめとあります。このなしめというのが人の名前ですね。このなしめさんがこの魏に行きましたよということが書かれています。で、内容はこうです。魏の皇帝はこの邪馬台国に対して新義和王の金印を与えたと言われています。で、この新義和王の金印はまだ見つかっていません。もう見つかったら大発見と言われているものですね。今回はここまでです。ありがとうございました。